フェアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式型投資クラウドファンディング、ファンディーノ様の提供でお送りします。残高15万円事件、迷惑をかけちゃった会社さんがありまして、裁判沙汰になるんです。ただその一歩手前の和解の調停っていうのを数ヶ月やり続けるんですけど、3期目の会社で2800万ぐらいキャッシュアウトしたんです。僕らってエクイティがないので、しかもその時知らなくて、創業者融資取ってなかったんですよ。なので自己資金10万円で始めて、それでずっとやってたんですよ。なので3期目で2800万っていうのはもう死を意味するんですよ。死を意味するんですけど、払っちゃったんですよ。当時社員が15人いたんですけど、そのこと僕しか知らなくて、取締役がもう真っ青な顔して通帳持ってきて、口座に15万しかない実はこういうことがあって、お金もう払っちゃったんだみたいな、どうするのってなって、いやもうパンって営業しようみたいな。ウェブ制作のお金って普通着手金と納品後とかじゃないですか、全額前入金なんですよ。あ、そうなんですね。そう、その当時そういうもう文化ができて、でこの15万円になった時にもとにかく猛烈営業をしまくるしかないっていうので、広告をひたすらタクシーの中でも出れば欲しいんですよ。すごい。その結果、はい、大丈夫だったんですか？皆さんにちゃんと大丈夫じゃなかったんです。大丈夫じゃなかったんだ。大丈夫じゃなかったんです。営業は受注できたんですけど、契約来月からとか、まあ、入金自体が当月で取れるわけではないというか、社員の給料払うのにあと100万円足りないみたいな、まずいなと思ったら、またその取締役が走ってきて、〇〇さんから入金がありますみたいな、なんでみたいな、金額見たら来月の入金分だみたいな、間違えて入れてるみたいな、あらら、絶対内緒にしろって一生懸命生きてると運が向いてくるんですねそういうことかもしれない、ね、ただ、再現性が全くないので、ちょっと、はい、そうです。そんな1社目のベンツでのハードシングスを教えてください。飲み会が毎日だったんで、しかも僕の部署がめちゃめちゃ飲む部署だったんで、あれが結構きつかったです。うわ、それをね、千葉さんが乗り越える方法を発明して本当にコツはもう3杯3杯一気するだけっていう話なんですけど、1杯目が乾杯、乾杯のタイミングでもう一番目立つ、そうするともうみんなが「おっ!」「よっ!」「よっ!」ってなるんで、僕も引き出せたらもうほぼ勝ちっす。飲むやつだと、こいつはもういけるやつだと。でその後に、まあ、大事なのはそこでトイレに立つ、でその店員さんと交渉をするんですね。僕がウーロン入って頼んだら、絶対にウーロン茶を水で薄めたやつを持ってこいと。ウーロン茶を水で薄めるんですか？そうです。それは何でですか？ウーロンハイと同じ色にすると。ああ、頭いい、頭いい料金はウーロンハイと同じ料金を取ってもらって全然構わないから、必ずそうしてください、うん、でまあ、そこで店員と握って、でそうすると、まあ、持ってくるわけじゃないですか。自分の手元に持ってこられて、こうウーロン茶とウーロンハイこう見ると、ウーロンハイの方は中のお酒揺れてるんで分かるんですよ、まあ、自分の手元には薄いウーロン茶を置いて、まあ、飲み会は進行していく。で途中で、まあ、ちょっとだれた時間が絶対に来るんで、そこでどうなってんすか切れ始める、全然お前ら飲んでねえじゃねえかっつって、でウーロンハイ頼んで、まあ、それは普通に本当にお酒の入ってるウーロンハイを飲むんですよ。そうするとおお、このタイミングでみたいな、お、でももうそっからはもうみんなベロベロなんで、あ、なるほど、分かんないです、ね、最後の締めのタイミングでなんか会計し始めた人がいるなとかなったら、まあそこでもう一回切れて、うん、でもう一回行くんですよ、うん、今行くのみたいなやばーみたいな、でも結局飲んでるの3杯なんで全く酔ってない、全く酔ってない、全く酔ってないですよ。千葉さんは全然飲まなくていいし、会社の人たちも千葉やってるねって感じ嬉しいし、お店側は普通にお酒出るから、お酒出たことになるんで、すごい、これが三方よし娘が経営した方がマシだって言われた事件。経営なんて下手だから取ってくるのはできるんだけど、うん、それにいくら使ったとかもう、うん、どうでもよくなっちゃう、うん、売上100万に対して限界200万になっちゃった熱くなっちゃうの、そのものに対してもうもっといっちゃうみたいな。なるほど。最初1000万の資本金で始めて、うん、1000万ぐらいの赤字出したのかな、1年目で、すごい増資元黒沢ぐらいのテンションで、それを言うために役員会だったの。その時に役員会で、あの子どうなってるんですかみたいな、うん、高山さんとかってあれお子さんいくつでしたっけとかって、うん、あ、どうするんですかねこれお子さん経営した方がマシじゃないですかその時に何て言うかっていうのを一瞬で岡村さんに試されてるわけで、うん、どうこれを切り返すんだみたいな、意地悪なことやるんだけど、うん、なんて返したんですか。そのまま帰ったのこうやってじゃあどこ行くんですかって言われたから
娘に綺麗な品を仰いでまいりますとか言ってそれでみんな笑って出資また増収が決まった。すごいすごい笑わせて勝ったんだ。だから一瞬で考えた、うん、すごい。である意味助け舟できついんだけど、うん、すごいきつい助け舟なんだけど、でもチャンスをくれてるんだ、まあ、チャンスをくれてるのはある意味、ね、やっぱり金借りる時って弱ってるやつに貸してくれないんですよね。ほう、落ち込んでいくよりは元気よく行った方がいいというか楽しくね楽しくダメならしょうがないじゃんちょっと